もう俺次最初に死なない。最初に死んだ人罰ゲームで。いやいやいや。罰ゲームで。罰ゲーム何がいいですか？どうする？罰ゲームエイペックスレジェンド。罰ゲームエイペックスレジェンド。なんかありえんぐらい恥ずかしいセリフ言わせてな。なるほど。じゃあコメント欄で募集するか？あ、待って。そうですね。やっぱやめよう。やっぱやめよう。いや、チキンってんのか？チキンったら？好き好きチュッチュラブビー。あのさ、全然軽くなくね。ヘビーだね。まともなのがない。ローラさんの真似でワンゲームっていう。ええー、やばいやばい。わしがやるのかな。今のドーラさんっていうか、リンゴーさんに。確かに。わしはやると言ったらやるじゃん。あ、やるわ。やるでしょ。やるでしょ。やるぞ。ジルマルコちゃん出てきそう。やるじゃん。やるじゃん。お、わしがジャンプマスターじゃの。負けたら3人とも罰ゲームで知らない人の真似すると。知らない人っていうか別の。あ、今日はね。今日はね。やっていこうと思う。エイペックスもな。やっていこうと思う。最近流行りでることだからの。いろいろ混ざってんじゃん。誰なの、マジで。誰と誰と誰なんだ、その。ドーラとリンドウ様とギル様が混ぜすぎだし。全員寿命長いし。全員伏見学で。長寿。全員伏見学でやろう。俺でいいんすか？ピース！俺でいいんすか？じゃ、やっちゃうんだぜ。ピピピピピピピ。今日の破格はエイペックスなんだぜ。今日はみんなモザンビーク持ってきてくれたかな？ピースピース。早速モザンビーク食べていくぜ。食べんな。おまふざ。食べんね。食べねえよ。うわ、ゴキブリだ。モザガク。モザガクは草だろ。ゴキブリいた？に負けたらカナカナの全力モノマネな。逃げてもいいぞ。やりませーん。お金はもらいまーす。金もらうんかい？まあ、金をもらった以上負けたらね、まあ、最初に落ちたらやる。うんうん。カナク格闘してるなこれ。ゴキブリとやばい。はい。はい。死んだ。で、ワンゲーム、カナエでやります。はい。全力でって言われても、俺、SE 方面いるよしか知らないからな。最初のシップにいるところじゃない？あ、オッケーオッケー。オッケー。やだな。まあ、みんな楽しみにしてるっぽいしね。ここは期待に応えて。SE 方面いそう。マジで嫌そうなんだけど。マジで嫌そう。言葉急に少なくなったな。いやあ、そろそろかなえくんのモノマネタイム始まるで。モノマネタイム。いやいや、ちょっと一人にしないでみんなモノマネして。難しくねえ。いやじゃあ俺誰のモノマネすればいいの？ほんまひまわり。いや、神田くんほんまひまわりで。無理でしょ。いけるいける。地獄みたい。いけるよ。なんで私それやることになってるんですか？いやー、やっぱ仲間じゃん、俺たち。そうだな。罪も分け合おうよ、罰も。幸せ分け合ってほしいけど。ちょっと。八代さんはどうするんですか？私ね、どうしよう。クソはショックのあまりジャンプするの忘れてないか。いや、ジャンプしたら始まりだから。おい、早く降りて。おい、ゲームじゃねえんだよ。砲台に敵3人、3パーティーですかね。うん、はい。あ、これ、大丈夫か？ SE 方面、いますね。ほまーにほまー、あ、これ、あ、僕、あの武器漁るんで、あの、あ、これ SE 方面できますね。SE 方面にしかできないんかい。
じゃあ、これ SE 方面と投げり殺すんで、SE 方面の敵投げり殺すんで。ナイス殴りです。投げり殺し、SE 方面の敵殴り殺したんで。ナイス SE。はい、ナイスです。64ダメージぐらい。3人かない。クサ、SE 方面に敵いる。なんで SE じゃねえ、これ N じゃねえかよ。ってことは、SE 方面敵いるね。うん、あ、なんかな、怖い。怖い。怖い。あ、めっちゃ出てきた。それって、蘇生いけますか？はあ、ちょっと厳しいかもしれないですね。ダメだ。怒られる。あー、これ。あ、これ相手チートかもしれないですね。そんなこと言わんだけやろ。うまいだけ。相手これもしこれ暗黒プロゲーマーですね。よかった。暗黒プロゲーマー。いや、バカにしない、バカにしない。俺の集大成。集大成。金井くん登録者10万人おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。本当におめでとうございます。難しい話ですよね。難しい登録者数ですよね。達成がそうですね。2時3時巡りしていくか。次じゃあ渦聞こうで。あ、あ、でも渦聞こうって難しい。結構難しい。俺の真似すんの。始まった。いそう。やばい、めっちゃいそう。一番理解あるかもしれん。いいじゃん、いいじゃん。すごい、結構テクいな、今の。お、いいね。あれだよ。別に俺のものでしょうね。そんな。俺がないと思うよ。やば。もう満足しちゃった。雑うずき。普通にやろ、普通に。なんでモノマネしなきゃいけないんだ。確かに。そろそろチャンピオン取ろうや。取りますか。ほな、いただきます。いただきます。ほな、いただきます。 SE 方面敵いるよ、クザ。 SE 方向に敵いるよ、クザ。だからなんか僕が普通に喋るとこんな感じじゃん。クザやると SE 方向に敵いるよ、クザみたいな、なんかちょっと過剰だけどみたいな感じやってくるんだって、あいつ。そんな、なんかそんな言い方してねえから。 SE 方向に敵いるよ、クザ。SE 方面できるよ、クザ。